3つ目こちらです。じゃん、カントリーサイン179をクリップに挟む。はい、はい、これどういうことでしょうか。これはですね、うん、まあ話した通り北海道大好き、もう大好きで育っちゃいました。北海道オタク、うん、でもその小学校の旅からずっと北海道大好き大好き言ってて、うん、まあなんか北海道の情報があるたびにこう食いついて、うん、ニュースでなんか北海道って出てたら前のめりで聞くみたいな、面白い高校生な変な高校生をやってた、うん、わけなんですけども、はい、北海道ってカントリーサインというものがありまして、ありますね、はいはい、札幌だったら時計台の絵なんですけども、はい、その各市町村の魅力というかシンボルマークみたいなものを絵で表しているマークがありまして、はい、それホームページで調べれば見ることができまして、うん、すぐ出てきます、下に貼っときます、はい、なんなら、はいはい、で、はい、そうですね、そのホームページにアクセスして画像を一枚一枚保存して保存をする、もうすごい量の179の画像がまずフォルダに入り、それを、はい、その状態だとすごいちっちゃいサイズなんですよ、でそれを拡大、うん、コピーというか並べて一枚一枚、はい、で印刷をして、それをカッターでこう綺麗に定規を使って切って、それをクリップで挟んで、はい、なんていうんですかね、そうなんです、紐にクリップを通すところから始めて、はい、そのクリップに179の市町村をまとめて、それを自分の自宅の壁に貼るっていうことをやりまして、すごい、お友達来たらびっくりするみたいな何これって何これって言われますけど、ちょっと惹かれるぐらい、惹かれますね、惹かれますけど、北海道だよって私はニコニコしながら紹介するんですけど、そんな北海道大好き人間、ね、クリップに挟みました。私も言われてみれば、その一番市町村の特徴というか、はいはい、そういうものがイラストに入ってるから、カントリーサインを覚えると道内の本当魅力がくまなく、そうか分かるんだと思って教えていただいたような気持ちになりましたカントリーサインを見ると、その街のシンボルというか有名なスポットとかが分かるんですけども、うん、もちろん街にはそれだけじゃなくって、まだまだ美味しい飲食店や魅力的な人とかたくさん詰まってるはずなんですよね、うん、で夏休み中にいろんなところドライブで今年の夏行ったんですけども、はい、まだその179のうちの本当に少ししか、そりゃそうでしょ、回るったら大変そうなんです、本当にちょっとしか関われていないので、うん、はい、将来的にはその179の市町村一つ一つすごい丁寧に関わっていきたいなっていうふうに思ってまして、うんうん、そのカントリーサインだけじゃなくて、うん、まだ他にも魅力があるよっていうことを将来的には伝える仕事がしたいなっていうふうには思いますね。面白いですね、はい、じゃあカントリーサイン全部一つ一つの市町村を訪ねていきながら、はい、このカントリーサインのところで出会った人とか、はい、食べたものとか、はい、行った場所とか、場所そういうのをちょっとまとめていくと、はい、すごい一冊になるね、はい、いかがでしょうか、いかがですか、誰か一緒にやりませんか、ね、はい、でもこれがもうぜひやってみたいことなんですね、すごいやりたいですね、思えばすごい北海道オタクの集大成かもしれないね、そうなんです、これが最後のもう集大成ということで、そうですね、179の市町村全部とつながりたいっていうふうに思っていまして、もうどこに行っても知り合いがいる、北海道中に知り合いがいるっていう状況を作りたいというか、でそれをみんなと共有したいですね、すごい北海道オタクを今日取材しちゃいましたね、そんなわけで、まあ、札幌に今年の夏の間、いた間にいろんな北海道の魅力、それから課題とも向き合ってきました、はい、そして今後やりたいことも見つけちゃったというね、はい、今日はお話を教えていただきました、はい、ぜひ北海道に会いたんでいらしてください、はい、あなたのようなことを札幌は待っています、はいね、こういう若い人たちがどんどん会いたんでね来てくれると素敵だなというふうに思いました、はい、今日のゲストは東海大学観光学部代々木キャンパス3年生の佐々木恵里さんでした。ありがとうございました、はい、ありがとうございました、さよなら、さよなら。